最初から剣を抜いてくれるとは思わなかったぞ。とりあえずはこの相手として認め、破壊すべき対象としては認めた。ラスノーテスの天蓋の根。そうだ、ラスノーテスの天蓋の下で禁じられているものが2つある。閉ざせ、ムルシエラゴ。動揺するなよ、構えを崩すな。そうしていなければ今頃貴様の首は俺の足元にあった。見える。黒崎一護、月牙を撃て。今ここで俺に撃ってみせろ。力の差を教えてやる。やはりセロ、そんなもんと一緒にすんじゃねえ。そうか、お前はまだ見ていないのか。セロオスキュラス。なんだ、上で何が起きた。石田君の力で私をこの天蓋の上まで運ぶことって。理解したか。その力は天地ほどにも隔たっている。人間よ、死神が力を得ようとフォローを真似るのは妥当な道筋だが、ゲスが無駄だと言っているんだ。なぜ剣を離さない。これだけの力の差を目にしてまだ俺を倒せると思っているのか。てめえが俺より強かったら、てめえが強いのなんか最初から分かってん。ザレ事だ。知らぬなら教えてレスレプシン、セグンダエタンパ。この姿はアイゼン様にもお見せしていない。この姿を目にしてまだ戦う意志があるのか。だが命を捨てた目もしていない。勝てるつもりで戦ってるわけじゃねえよ。勝たなきゃいけねえから戦ってんだ。ザレ事だ。you
守る。クラッ、生きているはずがない。その姿は何だ。バカな、今のは紛れもないゼロだ。俺の能力の最たるものは攻撃性能じゃない。俺だけが脳と臓器以外の全ての体構造を超速再生できる。ランサデル・レランパーゴ。なんだと。聞こえないのか黒崎。やめろと言ってるんだ。俺が助ける。